G 団のガンプラ制作動画です。今回はリアルグレードジョニーライデン専用ザク2の胴体の部分を組み立てていきます。で、胴体の部分ですね、こちらにパーツの方を準備してるんですけれども、リアルグレードということでやっぱりパーツはね、すごく細かいです。で、胸の部分は、可動部分としては、コックピットハッチがね、開く仕組みになってますので、今回はそのあたりの、動きも少しね、確認していきたいと思います。それでは組み立てていくんですが、まずはこの、パーツですね。このパーツ、この2つのパーツ、これね、コックピットの、椅子のね、パーツだったりするんですけども、これをここに差し込んで、こんな感じですね。そして、こちらのね、フレームのパーツに差し込んでいきます。こちら側ですね。ここにちょうどね、形が合うようになってますので、グッと差し込みます。そしてこの上の部分に、腕のね、付け根のパーツを組み付けるんですけれども、こちらはね、前回、両腕をね作った時に、両腕のねフレームからこう引っこ抜いたパーツですね。グッとね、ちょっとここがね硬いんですが、ちょっと引っ張って、ちょっと手が痛いですね。で、今こちらの3つのパーツ外したんですけれども、こちらはね後ほどまた使いますので、これはねなくさないように取っておかないといけないです。それを捨てずに取っておいたものをこちらに差し込みます。で、これは説明書にもね記載があるんですけれども、間違ってね捨てないように気をつけないといけないパーツですね。こんな感じかな。そして、この大きなパーツですね、これをグッと前から差し込んでいきます。こうかな。グッと差し込んで、よし、しっかりと固定できました。いや、固定しちゃダメだ。これはもうちょっと後、これは後、こっちですね。これがねコックピットの、まずはコックピットのねハッチからですね、これちょっとね変わった形をしてますけれども、これをねここに差し込んで、このちっちゃなパーツが動くようになるんですが、よいしょ、グッと差し込んで、この部分がこういう感じにね上に上がって、ハッチが開くという仕組みになってますね。こんな感じですね。で、これを先に入れておいて、その後でさっきのパーツですね、これをグッと差し込みます。よいしょ、よし、 OK、 グッと差し込みました。そしてこの上の部分ですね、これを曲げないといけないんですけれども、こう曲げつつこういう感じ、こういう状態にしないといけないですね。これを前に倒しつつ、こっちはねこう曲げていくっていう感じで、こういう形ですね。こういうちょっとこう奥にね畳み込むような形で、この状態に、やっておきます。そして今度は背中のね、外装のパーツですけれども、これをこうちゃんとね位置を合わせてグッと差し込みます。よし、 OK ですね。こんな感じになってます。で、さらに、首周りの部分ですね、こちらのパーツを差し込んで、そして、胸の部分も差し込まないといけないですし、お腹の部分もね差し込まないといけないんですが、これは先に、こちらね、ここはコックピットハッチがねここに来ますので、この動かない方のパーツですね、これをグッとまずは差し込んでおいて、で、このお腹のパーツも一部ねパーツが分かれてますので、ここにグッと差し込んで、ここだけねちょっと赤の色がね、濃い赤のパーツを差し込むことになりますね。この辺のね色分けがもう組み立てるだけでできてるのは非常にいいですよね。まあ、これぞリアルグレードという感じのね、雰囲気があるパーツですね。あと、また先ほどのね、こちらの胴体の部分に組んでいくんですが、ここはこの突起を入れていく感じですね。よいしょ、ちょっと広げて差し込まないといけないな。これ結構難しいかもな。よいしょ、入ったかな。ちょっとなんか引っかかる。あ、OK。ちょっとね、このお腹の部分を開きながら差し込まないといけないですね。
よし、ここはねパーツを折らないように気をつけないといけないところですね。で、あと胸の部分のパーツ、これを前から、こちらも普通に差し込むだけですね。よいしょ、よし、 OK、 隙間なくぴったりと差し込めました。で、横の部分のパーツを左右から差し込んで、よし。で、あとね細かいパーツ4つありますけれども、こちらも順次差し込んでいきます。で、このちっちゃなパーツは、左右でね、若干形が違いますので、ここはちょっと注意が必要ですね。ちょうどねこの角度に合わせたものを組み立てないといけないです。よし、 OK。 で、あとはここの部分ですね。こちらにも本当にねちっちゃいパーツのねオンパレードなんですが、グッと差し込んで、ここもねパーツの色はね同じなんですけれども、塗装するときにこのちっちゃいパーツだけ別の色にするっていうのもありかもしれないですね。よし、これで OK ですね。胴体の部分組み立て完了しました。ということで、無事に、胴体の部分の組み立て完了したんですけれども、このコックピットのね、ハッチの部分の動きを確認しないといけないですね。こちら側がグッと開くんですが、開けるとちょっとねちょっと手が届かないので、爪楊枝でグッと開けると、一番上まで上げるとこういう状態ですね。もうこの部分しっかりと、開いてくれます。ちょっと影になってね見えづらいですが、このねコックピットのねこのシートの部分も少しね、見えるようになってますね。で、今度はこれ下げないといけないんですけれども、これ下げるのがねこう手がね届かないというか引っかかるところがないので、これも爪楊枝で裏側からちょっと下げておいて、若干ねここに溝が見えてきますので、あとはこの溝に引っ掛けてグッと下げると、元の状態ですね。こんな感じになります。で、こんな感じにね胴体の部分を組み立てたかのように見えるんですが、後ろの部分ね、バックパックまだね、作ってませんので、こういう感じにね背中はちょっとねこうなんかこう見えたらいけないところが見えてるような感じになってますが、こちらのバックパックについては、次回ですね、組み立てていこうと思います。まあ、今回もね、無事に、仮組という状態ですね。この後、塗装をやっていきますので、仮組の状態で組んでみたんですけれども、パーツの方はね、全部しっかりと、余すことなくというか、仮組だからということで、細かいパーツとかをね、省略せずに一応組んでますね。素組みの状態になってます。で、リアルグレードらしくて嬉しいのは、この部分ですね。この部分が若干ね、濃いめのパーツで、別のパーツでね、パーツがしっかり分かれてくれてるのは非常にねこの後塗装する時にもここだけね、ちゃんと外して塗装ができるので、こういうところはね本当にありがたいですよね。あとはねやっぱり細かいところのデザインはさすがにね、しっかりとしてますね。モールドも本当にしっかり入ってます。